ハロー YouTube、 こんばんは、えだちゃんです。新宿の動画から、ちょっとしばらく空きました。ですね、今お風呂上がりなんですけど、職場のね、働いてるところの棚卸があって、まあすごい疲れました。もう足から腰から、もうね、この年になると棚卸ってきついよね。なんだろう、しゃがんだり上がったり手伸ばしたりとか言って、もうずっとやってたんで、もう今長めにお風呂を入りました。でもね、やっぱりこう肌も疲れてきて、ちょっとね、長めにお風呂に浸かって毛穴が開いたので、前に買ってあったものがあるんですよ。そちら、これ、ダイソーの花パックですね。108円でこちらね4枚入ってるんですよ。普通のさ、花パックってみんなやったことあるでしょ。高いやつね。どこだっけ、ビオレなんだっけ。で、まあこの年になるとやっぱりちょっとあんまり花パックやんないんですよね。なぜかというと、もう老眼で鏡が見えなくて毛穴が気にならなくなった。でもね、前に買ってあったので、これ4枚、今日すごい長くお風呂に使ったからこれやってみて、ちょっとね、どんだけ取れるか、すごい閲覧注意かもしれないけど、この100均のパックで、まあ、お風呂顔のとこね、集中にあっためて、んで鼻パックしていきたいと思います。それでどんだけ取れるかね、ちょっとやってみようと思います。もう鼻パックね、多分3年はやってないですね。3年以上になると思う。それではやってみたいと思います。はい、こちらの紙ですね。これ4枚入って、これ、こんなような、見た目は鼻パックとあんま変わんないと思うんですよ。これお水つけて、10分から15分、本当に普通の鼻パックと一緒、鼻にお水をつけて、これ10分から15分つけてね、ちょっと拭いてみたいと思います。今ね、たっぷりつけてきました。で、こうだよね。こんな感じ。こんな感じで。はい。ああ、なんか香りがしますね。はい、こんな感じで鼻に、お水いっぱいつけてね、ちょっとつけてみました。全然このね、カメラが見えないんですよ。メガネしてないんでね、ちょっと。で、これをこのまま置いて10分から15分経ってね、こうベリッて剥がして、なんかつけた瞬間ちょっとね、なんだろう、フルーツかな、ちょっとね、いい匂い、私にしてはいい匂いがしましたよ。今匂いそんなしないんですけどね、一瞬匂いがしました。じゃあこれでね、ちょっと15分置いていきたいと思います。それでは15分ですね、経ちました。それでは、こちら花パック、パリパリにはなってないんだよね。もうちょっとパリパリにした方がいいのかしら、それともこのまんまにした方がいいのかな。汗をかいてるからね、やっぱりちょっと圧縮的にはパリパリになってから取った方がいいんじゃないかとは思うのですが、どうかな、取れてるかな。それではちょっと取っていきたいと思います。でね、顔剃りもしてないんで、
やっぱ毛穴があった方がね、こう、取れるかな、毛穴じゃない、あの、毛が生えてる方がね、鼻の毛がね、ある方がね、取れるかなと思って。あ、ちょっと、やっぱちょっと、なんかフルーツの匂いがしますね。びっくり取ったの。マクロはちょっとうまくいってなかったんで、ちょっと普通のね、拙者のモードにしてみました。疲れですかね、あの、先ほどは私、毛穴にゴミが詰まっておりませんね。うん、あの、これ3年は毛穴パックしてないですね。でも結果ここ真ん中のところですね。鼻があってこんな感じか。鼻があってね、こういう感じですけど、結果ですね、あんまり私、毛穴が開いておりません。なおかつ、あの、角栓が溜まっていませんね。まあこれ性能によるのかもしれないけど、まあ一応100均パックでもあのそれなりにあの取れるみたいですね。剥がすときはやっぱり痛かったので、あの売ってるやつとあまり変わらない感じがしましたよ。これもし毛穴ね、ちょっと息こっぱなになっちゃって、あの詰まってね、あの、鼻パックやりたいけど、ちょっと値段が高いなって思う人いるじゃないですか。ぜひね、これね、ダイソーの、黒い鼻パック使ってみてください。これなかなかいいですね。私はね、あんまりこう、なんていうの、こう、溜まってなくて、こんな取れませんでしたけど、やっぱり吸着はね、それなりにありますので、多分めっちゃ詰まってる方はね、ごっそり取れると思いますよ。はい、今日ね、私の毛穴でこれ終わりになりますけど、よかったら皆さんもね、こちらの、ダイソーのこの鼻パック、小鼻スティ、シミパック、これね、4枚で、108円です。ぜひね、やってみてください。これ男性の方もいいと思いますよ。それではご視聴ありがとうございました。またね。